SL 銀河は東日本旅客鉄道が2014年4月12日から釜石線で運行しているのって楽しい列車である。東北地方の観光面からの復興支援と地域の活性化を目的として岩手県盛岡市にある岩手県営運動公園内の交通公園に展示保存されていた蒸気機関車 C58 型を胴体復元させ、 釜石線を走行させるプロジェクトとして始まった。2014年4月12日に運行を開始した。今回の復活に際して、計画を立ち上げた森岡支社では、SL 絵本制作プロジェクトと題して、子どもたちや、その保護者とともに、蒸気機関車への夢と希望を描いた作品を募集し、SL 銀河くんの一日が完成した。また、 本列車の運行開始に合わせて2014年4月から蒸気機関車にちなんだ駅弁4種類が新たに発売されている。SL 銀河の運行開始に先立ち2014年3月7から8日に富士テレビの企画で SL 銀河の車両を用いた団体臨時列車道の区 SL ギャラクシーが釜石線釜石駅から東北本線経由で上野駅まで運転された。 さらに2015年8月6日にフル編成仕様でプラレール化された。岩手県立運動公園に生態保存されていた頃の C58-239 そもそもの発端は1989年から運行されている SL 銀河ドリーム号からである。釜石線は岩手県生まれの作家宮沢賢治が記した童話銀河鉄道の夜の舞台となり、 それにちなんで、銀河ドリームラインと名付けられたことから、蒸気機関車牽引列車による運行が開始された。当初は、ロマン銀河鉄道 SL という名前で登場し、高崎車両センターから借り受けた D51-498 と12系客車を使用して、年に数日程度運行された。釜石線の名所となっている宮森川橋梁などでは、 多数の鉄道写真家やファン、家族連れで賑わった。上りの陸中大橋から足がせまでの千人峠越えは長いトンネルがいくつもあって、機関車が煙で窒息する恐れがあり、かつ D51-498 単独では力不足という理由で2両の手重系ディーゼル、機関車を全歩機として連結して運転された。ただし、運転を重ねていくごとに、ファンや、 観光客のマナー悪化が目立ち始め、沿線から苦情が多発したため、2001年の運転をもって連続運行が終了し、2004年の臨時運行以来運転が行われてこなかった。それから8年後の2012年に、岩手デスティネーションキャンペーンの目玉イベント及び2011年に発生した東日本大震災からの復興を目指して、特別に運行されている。 森岡市社は、この運行の際に、沿線に対する想像以上の経済効果が得られたことに加え、地域住民の笑顔や震災からの復興に取り組む姿に感銘を受けたことがきっかけとなり、同年10月、釜石線での SL 列車の定期運行に踏み切った。2013年11月6日に列車名を SL 銀河と決定したことが発表された。 運行区間は釜石線で2日で1往復、すなわち1日のうち、釜石行きか、花巻行きかのどちらかの方面へ行く運行内容とされている。原則として、釜石行きが土曜日、花巻行きが日曜日に運行される。2014年は、釜石行きと花巻行きがそれぞれ40日ずつ、ほぼ毎週運行され、合計年80日程度の運行となっている。 機関車、客車とも森岡車両センターに所属しているため、釜石線起点の花巻まで東北本線を改装する。釜石線が花巻駅の北側で分岐している配線事情や花巻駅構内に転車台がないこともあり、機関車を進行方向とは逆向きの状態で客車最後尾に連結させての走行となる。改装時の制御は、 客車側の運転台で行う。花巻駅から新花巻駅、土沢駅、宮盛駅、東野駅から上、有住駅陸中大橋駅、釜石駅 C58239 森岡車両センターに所属する蒸気機関車 C58239 が経営する。岩手県森岡市にある岩手県営運動公園内の交通公園に展示保存されていたものを胴体を復元した。 キハ1 4 1系7 0 0番台、SL 銀河客車森岡車両センターに所属する、キハ1 4 1系7 0 0番台が使用される。もともとは、北海道旅客鉄道が50系客車を改造して、製作した機動車であり、内部運転所に所属し、殺傷線で運用されていたが、道路線の電化に伴い余剰となった車両を、JR 東日本が購入し、 郡山総合車両センターで再改造した。機関車短期では、釜石線の勾配区間における牽引が困難であることから、動力装置は搭載したまま使用する。運転室は保安装置が JR 東日本向けに取り替えられ、ATSPS 型が設置された。また、防護無線装置はデジタル無線を導入した。C58-239 原因時。 ブレーキ操作の取り扱いは行わないため、抜け取りの位置にして、ブレーキハンドルを取り外した状態にし、運転士は機関車との無線連絡を通じて、マスターコントローラーによる動力装置の調整のみの操作を行う。なお、この改造は2014年1月下旬に完了し、同年2月より C58-239 によるのほか、の 単独での試運転を行われている。編成は指定席車及びオープンスペース車からなる4両編成で定員は180名。指定席料金は大人820円、子供410円。内外装デザインは宮沢賢治の童話、銀河鉄道の夜と東北の文化、自然、風景を通してイマジネーションの旅をコンセプトとしている。 デザインプロデュースは奥山清之が代表を務める県奥山デザインがコンテンツプロデュースは作家、劇作家、演出家であるロジャーパルバースがそれぞれ担当した。外装は銀河鉄道の夜をイメージしており、4両ごとに半分ずつそれぞれ異なる濃度の色合いを用いたグラデーションになっている。これは夜が明け、朝へと変わりゆく空を表現したものであり、 花巻よりの1号車の先端が明るい青色で、釜石よりに進むにつれて色調が濃くなり、4号車の先端が濃紺色になっている。また、それぞれ星座や動物をシンボル化しているが、シンボル化された星座は真鍮による別張り式となっており、SL 銀河のロゴも含めて立体感を演出している。客室の内装は、宮沢賢治が生きた対象。 昭和の世界観をイメージし、ガストー風ランプや、ステンドグラス風の飾り照明、南部鉄器風の荷棚を採用した豪成な仕上がりとなっている。星座を意識したパーテーションで仕切りを設け、ブラインドをカーテンに変えるなど、非日常の空間を提供する。2012年まではいずれも D51-498 県員、客車は12軽客車を使用。ありがとうございます。